さて阪神の先発が竹内です。1回2アウトを取って3番の宝治 2-3 からでした。まあ、2-3 でね、立ち上がりですからやっぱりフォアボール出したくないというのでやっぱり真ん中に放ったんでしょうね。はい、甘かったですね。宝治がひびの入ったバットで12号です。さて2回、1回は3人とも三振に取った石井でしたが、ワンアウトからコールズに初ヒットになります。この石井もねやっぱり立ち上がりどうしてもコントロール甘かったですね。はい、そして6番の平塚、あわやホームランというあたり、特にカーブが悪かったもんですからね、ストレートでどんどん勝負していって結局それが甘い球を打たれたという感じですね。はい、2アウト3塁2塁となって、さあこの山田への初球なんですね。ベンチからこう指示が出てました。そうなんですね、ピッチャーよりも打ち取りやすいと思ったんでしょうね。はい、そうですか。それで勝負してこれワイルドピッチじゃもうがっくりですよね。これで同点です。これはちょっと作戦失敗ですよね。はい、さて4回4番の檜山、初球を打ちます。この回からね、阪神が突如ストレート狙いにしたんですよね。はい、その1球目カーブだったんですけど見逃してね、このストレート打ったんですね。はい、そして三塁ベースを回ってホームを狙います。黒プレーですが、まあ、普通ならね、これサードで止まるところなんですけどね、まあ、阪神ですからいいんですよ。あ、そうです、100メートルのフライより10メートルのゴロと野村監督の言葉です。さて4回ワンアウトから宮本、これもね、普通ならこの点差ですからね、あれは止めなきゃいけないんですよね。でもまあこれも阪神だからあれぐらい積極的にね、追ってもいいでしょう。はい、記録はツーベースヒット、ツーアウトランナー三塁となって真中の時です。これもね、低め低めは、放れっていうのは分かるんですけどね、これだけショートバウンド多かったらちょっと考えないかんですね。はい、ローせずしてヤクルト勝ち越し。そして5回です、ワンアウトから宝治、右手1本でライトスタンドへ。そうなんですね、これもね、宝治に1球も胸元に放らないんですよね。はい、全部低めのストライク狙って結構浮いた球打たれるんですね。この後古田がツーベースヒット、ここで吉田監督が出てピッチャー交代、左の弓永、稲葉に変えてピンチヒッター大野、その大野が期待に応えます。これはこの辺はもうとにかくね、どんな球でも引っ張ってね、大きな打ってやろうというような気持ちで来てますからね、そこでスーッと真ん中に入ってるんですよね。はい、この後ツーアウトフルベースとして打順がピッチャーの石井に回ってきました。ここで野村監督ピンチヒッターに青柳を送ります。その青柳はまた打っちゃうんですね。そうです、1球目はものすごいいい球だったんですけどね、はい、2球目に甘い球が来たんですね。これで4点目、試合を決めました。前半にピッチャーが頑張ってくれればなんとかなる、石井はまだ腹八分目の状態、徐々に調子を上げていってくれればいい。